それはどうなんですか。どうなんですか。どんな思いがありますか。前回は、津軽弘前の魅力として方言というところからでコロナ禍の飲食店を応援するというような企画だったんですけれど、それを通して弘前で作られているお酒ってこんなにいっぱいあるんだというところに気づけた。そこからこれって弘前とか津軽の魅力なんじゃないかということを考えました。まず津軽とか弘前で作られているお酒というところにこだわって、日本酒は前輪街の入り口にある加藤酒店さんにセレクトをお願いいたしました。で、クラフトビールもビージブルインさんだったり、シードルは森山園さんとガルムさんに協力を加えて、こうやって、種類用意することができました。結構日本酒を飲まれるお客さんがいらしてるんですけれど、やっぱり種類があるということで、これは飲んだことあるけれどこれは初めて見たっていうようなところの表情が得られて、仕事としては嬉しいところです。逆に実はこのお酒は最後に飲むからこういう名前がついてるんだっていうところの新しい発見を得られたりして、とてもいい一日を過ごさせていただきます。多くの方にこの弘前の魅力っていうところを味わってもらって、その上で次の企画にもっとこういうお酒があるよとか、こういう魅力があるよっていうところを多くの人に気づいてもらえたらいいなと思ってます。新しいイベントの方にその気づきを活用していけたらなというふうになってます。はい、酔っ払ってる扱いされてるよね。